今日はアリストテレス哲学のその後を解説するぜ。プラトンの時は右往左往しながら最終的にはキリスト教へ影響を与えたのよね。アリストテレスも近代の科学にまで影響を与えたんだから、お弟子さんたちも優秀でキリスト教に影響を与えたんでしょうね。まあ解説を聞いてくれればわかるぜ。このチャンネルでアリストテレスの生涯をまとめて解説してなかったから、まずはアリストテレスの解説から始めるぜ。アリストテレスは紀元前384年に生まれ紀元前322年に亡くなった。父はマケドニア王の爺であったが幼少にして両親を亡くし、親戚の家庭で育った。17歳になるとアテナイのアカデメイアに入門しプラトンと出会う。アリストテレスはプラトンが亡くなるまでの20年間をアカデメイアで過ごすんだ。アリストテレスはアカデメイアで優秀な生徒だったの？プラトンから手綱が必要だ。学校の精神だ。と評されたと伝わっているのでかなり優秀だったんだと思う。プラトンが亡くなるとアリストテレスはアカデメイアを去る。これはアテナイの反マケドニア派が勢いづいてアテナイにいられなくなったことや、アカデメイアの代替わりによってピタゴラス学派との融合を図るようになりイデア論を捨てたからなどの理由によるぜ。アカデメイア派は右往左往してたからね。仕方ないね。アテナイを離れたアリストテレスは学友のところに身を寄せて、その地で結婚したり、生物学の研究に勤しんでいたりしてたぜ。42歳になるとふるさとのマケドニアから当時13歳の王子アレクサンドロスの家庭教師を依頼されるぜ。アリストテレスはミエザの学園を作り、王子アレクサンドロスと帰属していた地に学問を教えるんだ。へえ、アレクサンドロスだけに教えてたんじゃないのね。そうだぜ。ここでアレクサンドロスと一緒に学んだ学友たちは東方遠征でも活躍するぜ。後にディアドコイとなるプトレマイオス一世も一緒に教わっていたんだ。アリストテレスは教えるのも上手かったのね。そうだな。アレクサンドロスは、後期に生きることはアリストテレスから学んだ。と言ってずっとアリストテレスを尊敬してたんだぜ。アリストテレスはアレクサンドロスが王になった翌年、アテナイに戻ってユケイオンという学園を開設する。これはアレクサンドロスのバックアップによるものだ。アリストテレスはユケイオンで弟子たちに哲学を教えるが、アレクサンドロス大王が若くして亡くなることで状況は一変する。アテナイでは反マケドニア派が勢いを増し、アリストテレスはアテナイにいられなくなるんだ。まだ宗具なのね。アリストテレスは友人であり弟子でもあるテオプラストスに自らの書斎と自筆原稿を託し、ユケイオンの次期学頭に指名するぜ。そしてアリストテレスはアテナイを去り翌年に亡くなるんだ。アリストテレスが亡くなった後のユケイオンの哲学者やアリストテレスの哲学を学ぶ人たちを商用学派と呼ぶんだ。商用とは散歩のことで、アリストテレスがユケイオンの散歩道で講義を行ったことから、呼ばれるようになったんだ。ユケイオン二代目学頭のテオプラストスは二代目として最高の人材と言えるだろう。そもそもテオプラストスという名前はアリストテレスが付けたあだ名で、神のごとく語るという意味がある。神のごとく語る先生。すごく上手に教えてくれそうね。そうだな。面倒見の良い人柄もあり、学生以外のアテナイ市民にも親しまれたんだぜ。そんなテオプラストスが取り組んだことは、アリストテレスが残した講義ノートと専門的な論文をよりわかりやすくすることだ。アカデメイア派と違っていきなりあさっての方向にはいかなかったのね。そうだな。プラトンの思想は前期、中期、後期に分かれていて、前期は行き詰まりカッコアポリアで終わることが多く、後期は自身のイデア論を批判してみたり神学的要素が強くなったりして、どの時期のプラトンの考えを取るかで懐疑主義になったりピタゴラス学派に傾いたりするんだ。反面、アリストテレスの哲学は幅広く、しかも完全に体系付けられている。当時としてはありえないほどの完成度を誇っていたんだ。だからこそテオプラストスの行ったアリストテレスの学問全般をわかりやすくしてみる、という試みは大正解なんだ。だからといってテオプラストスが、単なるアリストテレスの翻訳者なだけではないんだぜ。テオプラストスは、対象を細部にわたって観察し差異を指摘したり、理論の弱点を見つけることが得意だった。アリストテレスが万学の祖としてあらゆる学問を体系立てたのなら、テオプラストスはその枠組みの中で、ここの部分を確定し全体を発展させた人物であると言える。
特に論理学の改良と植物学の研究法の体系化は特筆すべき業績として挙げられるんだ。テオプラストスは植物学の父とされるぜ。アカデメイア派はプラトンをどう解釈するかだけど、商用学派はアリストテレスが作った学問体系の中で、間違いを直して発展していく感じね。そんなイメージでいいぜ。だがテオプラストスが亡くなるとアリストテレスの残したノートや本が失われてしまうんだ。え？早速亡くなっちゃったの？商用学派やることなくなっちゃうじゃん。そうだな。目立った研究者は出ていないな。テオプラストスやアリストテレスの直弟子のエウデモス、アリストテレスの息子ニコマコスらが残した本で頑張ってたんだと思う。頑張ってたって、商用学派が頑張っていると奇行性イベントが発生するぜ。ルキウス、コルネリウス、スッラ。彼によって、アテナイにあったアカデメイア、ユケイオンはぶっ壊されるんだ。ああ、壊れちゃった。商用学派はすぐに立て直すことができたみたいだが、スッラの破壊は、文化の中心地がアテナイからローマへ移る強制イベントでもあったんだ。ヘレニズム、ローマ時代で主要な学派の一つだった商用学派は徐々に衰退していくんだ。ストア派はローマに移ってるし、プラトニズムはすでにアカデメイアと決別してるもんね。エピクロス派はもともと隠れて住んでるから影響も少なさそうね。そうだぜ。だが、ピンチに陥った商用学派には朗報もあった。失われていたアリストテレスの本がローマ時代に再発見されたんだ。2世紀にはアスパシオスによって注釈され、3世紀にはアレクサンドロスによって注釈が行われたんだ。特に3世紀のアフロディシアスのアレクサンドロスによる注釈は、商用学派最後の注釈にして一番影響のある注釈となったぜ。アレクサンドロスは当時流行していた折衷主義の影響を受けないように、アリストテレスの教説を純粋な形で取り戻すことに尽力したんだ。アレクサンドロス自身の考えと違うところは、論考として別の本に残すくらい徹底して、アリストテレスの考えだけを抽出したんだ。アリストテレスの注釈書を多数執筆したアレクサンドロスは、構成注釈者と呼ばれたぜ。商用学派はこれ以降目立った研究者も出ず、アリストテレスの注釈は新プラトン主義の哲学者たちが行うことになるぜ。実質この段階で商用学派の歴史的役割は終わったぜ。そしてユケイオンも東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世の非キリスト教への弾圧政策によって529年にその歴史を閉じたんだ。あれ？終わり？プラトニズムの時はところどころユダヤ教とかキリスト教に影響を与えてたけど、今のところ全くそんな話ないよね？そうだな。西ヨーロッパ、西方教会は、教父や司教などの知識人の公用語がラテン語だった。そのため西ローマ帝国が滅亡する頃には、アリストテレスの教説は論理学以外は忘れ去られたぜ。そもそもアリストテレスの思考方法の本質はキリスト教と相入れない部分があるんだ。プラトンの思考法の場合、イデアという理想があってそこから分割したりして現実に下ろしていく感じなんだ。だからイデアを万物を創造する一神教の神に置き換えるだけで応用が効くんだ。反対にアリストテレスは現実に見えるこのものを分析した上でこのものの本質に迫る考えなんだ。それが都合よくユダヤ教やキリスト教の神と整合性が合えばいいが、実際にはそれは無理だ。なぜならアリストテレスはその思考法によってイデアを批判したんだからな。東ローマ帝国は公用語はギリシア語だからアリストテレスは忘れ去られるほどではなかったが、やはり異端として迫害される立場になってしまったぜ。え？今までの動画で散々アリストテレスの影響は中世ヨーロッパで出かかったって言ってたじゃん。このまま忘れ去られたら影響なんてなくない？まあまあ慌てなさんな霊夢さんよ。あくまでヨーロッパでは忘れ去られたんだ。あ、ササン朝ペルシア？そうだぜ。アカデメイアの哲学者たちと同様商用学派の哲学者たちも、ササン朝ペルシアのホスロー一世に保護されたぜ。ペルシアの鉄人を起きた。ギリシア哲学を、シリア語やペルシア語に翻訳させるためにな。ホスロー一世はギリシア哲学のみならずインドやアルメニアの学問もペルシアの学問と統合しようとしたぜ。そうした知識の集大成はササン朝ペルシアが滅んだ後も、イスラム帝国、そしてアッバース朝へ受け継がれアラビア語にも翻訳されたんだぜ。翻訳しないと忘れられちゃうもんね。そうだぜ。
この動画の裏テーマは翻訳だぜ。イスラム世界は中国の聖史法、インドの十進法とゼロ、ギリシア哲学、アラビア数字と、科学の発展に必要なものが全て揃っていた。ギリシア哲学はなんで科学の発展に必要なの？特に初期のイスラム哲学者たちは、哲学によって得た真理はクルアーンに優越すると考えていたようだ。つまり宗教によって科学の発展が阻害されなかったんだ。中世ヨーロッパの国々がイスラム世界の拡大に太刀打ちできなかったのは、学問的にも当然の帰結と言えた。イスラム哲学や科学の発展はまた別の動画で詳しく解説してね。おう。そのつもりだぜ。イスラム黄金時代も終わりが近づく。政治的な失敗もあるが、モンゴルや十字軍による知識の集積である図書館や学校の破壊も大きな原因となった。十字軍によってアリストテレスの哲学は再びヨーロッパの地へ広がるんだ。王座上の最初の近代人と呼ばれた神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は、ラテン語、ギリシア語、アラビア語などの6つの言語を習得し、科学に強い関心を示す人物だった。そのため科学の発展している他宗教の信仰に対して寛容な態度をとったんだ。彼はユダヤ人やイスラームの知識人を宮廷に招き、ギリシア語とアラビア語の書籍をラテン語に翻訳させたぜ。来たわね。翻訳。さらにフリードリヒ2世はナポリ大学を開設するんだ。彼はローマ教皇と敵対してたから、自分の領地で育った若者がローマの大学に行くのを嫌がったという面が強いんだが、このナポリ大学にトマス、アクイナスが入学するんだ。トマス、アクイナスはナポリ大学で、イスラム圏を代表するアリストテレス注釈家と出会うんだ。彼らから大きな影響を受けたトマス、アクイナスはその後、スコラ学の代表的神学者となる。なぜならキリスト教思想とアリストテレスを中心とした哲学を統合し、総合的な体系を構築した人物だからだ。トマス、アクイナスの表した神学大全は、神の存在と教会の正当性を論証し、教会権力の増大に寄与したぜ。やっとアリストテレスがキリスト教に影響を与えたわね。そうだぜ。重いものと軽いものどっちが早く落ちるか実験したガリレオ、ガリレイに対してアリストテレスを冒涜する実験だとか、天体望遠鏡はアリストテレスを批判する道具だとかな。イスラムでは科学の発展に寄与したよね。アリストテレスの目的論的自然観は、ヨーロッパ科学の発展に伴って否定されていくぜ。目的論的自然観？なんだっけ？現実体と可能体は覚えているか？木は椅子を作る目的があれば可能体になるってやつよね。可能体の木を加工することで椅子という現実体になって、椅子も何か目的があれば可能体になってって続いていくのよね。そうだ。つまり全てのものは何らか目的を持っているはずというのが目的論的自然観だ。アリストテレスの目的論的自然観は、イギリスのオックスフォード大学が端緒となった科学的手法によって否定され、影響力を失っていくぜ。この科学的手法の先駆者であるオックスフォード大学のロジャー、ベーコンの学問は、イスラム圏の科学者たちの著作に由来するものが多かった。イスラム？まさか。ロジャー、ベーコンが参考にしたイスラムの本はフリードリヒ2世の翻訳事業で翻訳されていたんだ。やっぱり翻訳。今日の裏テーマだからな。この流れはアリストテレスの哲学がイスラムの哲学と科学の発展に寄与したからよね。巡り合わせがすごいわね。じゃあ最後に巡り合わせの話をおまけするぜ。アリストテレスがアカデメイアを去ったのは、アカデメイアがピタゴラス派に傾き数学、幾何学に力を入れたからだ。だが、この時のアカデメイア派の数学に関する研究は後にユーグリッド原論として数学の体系化に役立つぜ。そしてイスラム科学はユーグリッドの数学とアリストテレスの自然学を両輪として発展していたんだぜ。プラトン、アリストテレスの師弟コンビの影響力強すぎー。そういうことだ。といったところで今日の解説は以上だ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント励みになっています。また次の動画でお会いしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。